よっしゃ。
die. でかいメカがあるぞ。あの構造、あれジャンプメカだよ。マジか。誰も乗ってないみたいじゃん。もらっていこうぜ。おいおい、聞き捨てならねえな。どこのやんちゃ坊主だ。人様のものを勝手に持ってっちゃダメだって。親父に教わらなかったか。欲しいものは自由に手に入れろって教えられてるけど。ワイルドな親父だな。あ、けどそいつは俺には通用しねえ。どうして持ってんなら金を払いな。1時間1万ゼニーで貸してやる。ふざけんな。誰がそんなもん払うかよ。我々はジャンカーマーケットの住人からの依頼も受けている。ここは穏便に引いてくれないか。やなこった。金がないなら帰んな。こっちは無理に。何？あんたも女が珍しい口？ああ、珍しいね。お前のその首飾り、かなりの値打ちもんだろ。そいつとなら交換してやってもいいぜ。ダメよ、これだけは絶対に渡せない。ダメと言われてもよ、一度目をつけたもんは見逃せねえ。下がってろ。こないだの借りを返してやれ。借り？いくら魔物でもこのジャンプメカに勝てるかよ。ミサイルか、奇襲で撃ち落とせ。
あと少しですぞ、王子。もう一度、こいつをお見舞いしてやるぜ。奴を空中で撃ち落とせないか。壊れちまう。でも、借りて何のこと？あ、それはだから、ナパス基地で王子をかばって撃たれた時のことじゃろう。あ、ふん、律儀なんだ。やめろ、気持ち悪い。それにしてもずいぶん派手に壊してしまったものだな。もう使えないかな。うん、大丈夫だと思う。本当か？コアフレームは無事だから、他のパーツを作ればなんとかなるよ。よっしゃ！だったらさっさとスピノ町に戻ってパーツを作ろうぜ。これに懲りたら二度と悪さはしないことだ。はい。メカに乗れないかと思ってヒヤヒヤしたな。王子はいつもやりすぎなんですよ。うるさい。必要なもんは手に入ったんだからそれでいいだろ。
っと探索してお宝パーツを見つけたかったな。ジャンカー崩れはいなくなったが、防衛メカはまだ生きている。間違っても一人で来ようなどとは考えないことだ。分かってる、一人では来ないよ多分。あの裂け目から出られそうじゃないか。そうじゃな、風の流れを感じるぞ。とっととスピノ町に帰ってジャンプメカを作ろうぜ。以前は人の往来の多い地域だったが、今ではすっかり寂れてしまったな。整備されていた道はなくなり、代わりに危険な生物が増えた。人間が減るのも考えものじゃな。水が戻ったらまた増えるんじゃね。でっけえ空洞だな。この洞窟がルジバ戦艦につながっているようだな。ジャンカーたちが出入りしやすいように整えられているようです。ガラクタが捨てっぱなしだな。不要なジャンク品はそのあたりに捨てているようだ。中には掘り出し物があるかもしれないね。ジャンカーたちの粗雑な性格が現れていますな。以前は人の往来の多い地域だったが、今ではすっかり寂れてしまったな。整備されていた道はなくなり、代わりに危険な生物が増えた。
地面にタイヤの跡があるだろう。前にここを走った者たちの足跡だ。跡をたどれば村や町に続いていたりする。踏み固められた分車もわずかに速度が上がる。岩山の間を通るときは迷わないようにな。曲がりくねった道では方向感覚も失いやすい。迷いそうになったら地図で確認だね。おう。たまには立ち止まって周りを眺めてみるのもいいぞ。新たな発見があるかもしれん。メカを見直すのも大事ね。お宝も見つけられると一石二鳥じゃな。人間たちってどうやって生活してるんだ？作る、育てる、狩る、売る、いろいろだ。奪うというけしからんやからもいるがな。俺たちも人間から奪うことがあるぜ。褒められたことではないが、国王軍からなら構やしないさ。おじさんも結構悪だね。岩山の間を通るときは迷わないようにな。曲がりくねった道では方向感覚も失いやすい。迷いそうになったら地図で確認だね。おう。この辺りはどういう地域なんじゃ？いくつかの町と国王軍の基地、それと野党のアジトがあったはずだ。国王軍に野党か。なかなか厄介そうじゃな。その通りだ。気を抜かずに進もう。
といいが、人間の私にそんな余裕はないな。サンドランドには村や町がいくつもある。見かけたら訪れてみるといい。俺たち魔物がいるとビビっちまうんじゃないか。全ての人間がそうではあるまい。中には友好的な者もいるだろう。ビビられた方が魔物的にはいいんだけどな。王子、サンドランドには小さな洞窟がたくさんありましてな。中には使えるものが残されていたりするのです。そうなのか。見つけたら入ってみようかな。王子、次はわしに乗り物を操縦させてくだされ。じゃんけんで勝ったらな。言いましたな。行きますぞ。じゃんけんポン。イエーイ、俺の勝ち。次こそは。サンドランドを全部見て回ることってできるのかな。想像もつかんな。だが興味はある。私も誰も知らない何かを発見できたら楽しいよね。せっかくの旅だ。気になった場所は見ていくか。たまには立ち止まって周りを眺めてみるのもいいぞ。新たな発見があるかもしれん。メカを見直すのも大事ね。お宝も見つけられると一石二鳥じゃな。王子、たまには寄り道するのもいいものだぞ。寄り道をすることで様々な発見があるものだ。確かに、旅人が置いていったものや使えそうなものが拾えるかもしれんな。へえ、さすがプロの泥棒だな。
もし敵に突然襲われたら慌てず距離を取るといい。そしてそのまま逃げて。迂闊に逃げると背後を狙われる。状況を冷静に見極めるんだ。そういうの苦手だ。強い敵に出会った時、おっさんならどうする？そうだな、まずは相手をよく観察するだろう。動きや弱点を見極めれば効果的に攻めることができる。観察ね。今度試してみるか。この辺りはどういう地域なんじゃ？いくつかの町と国王軍の基地、それと野党のアジトがあったはずだ。国王軍に野党か。なかなか厄介そうじゃな。その通りだ。気を抜かずに進もう。叶わない敵と出会った時は逃げるのも一つの戦略だぞ。俺に叶うやつなんているもんか。かもしれんが、万が一に備えて覚えておくといい。わかったよ、覚えとく。ダメージをもらっちまったな。
戦闘の時何を考えてる？とにかくぶっ飛ばすことかな。それも悪くないが、敵との相性を見極めて適切な戦い方を選ぶとなおいいぞ。常に有利な状況で戦えば、おのずと負けにくくもなる。もし敵に突然襲われたら、慌てず距離を取るといい。そしてそのまま逃げて。ほい。岩山の間を通るときは迷わないようにな。曲がりくねった道では方向感覚も失いやすい。迷いそうになったら地図で確認だね。おう。